はい、皆さんこんばんは。スマートシティインシティュートの中野でございます。今日も大変お忙しいところ、このウェビナーにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。毎度です。皆さん、ニューノーマルの生活といいますかですね、電車に乗らずに、毎日コンピューターのスクリーンの前で仕事をされる生活はいかがでございましょうか。私もそういう生活続いてまして、また時間とか空間も超えますよね。私の場合、今日ちょっと新京区だったんですけど、午前中が横浜とシリコンバレーをつないだ、イベントで、で、この直前はイスラエルと東京をつないでやってたんですけども、で、そのまま流れでこっちに来てますと。こういう感じですね。で、今日なんですけども、全体で175回目、で、スマートシティ101シリーズとしては35回目です。シリーズの名前はですね、GSCA、グローバルスマートシティーズ・アライアンス、スマートシティ・ポロシー・ロードマップシリーズということで、今週1週間お届けしておりますけれども、今日は、その3回目ですかね、プライバシー影響評価モデルポリシー、ちょっと難しい名前ですけども、そういった話が出てきます。はい。では、登壇者のことをご紹介したいというふうに思いますけども、世界経済フォーラム第4次産業革命日本センター、平山と由良さん。平山さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、今日3回目ですよね。という形で、また、なんていうの、新しいグローバルプラクティスの話を聞けるということなので、まずそれを皆さん聞いてですね、いつもの通り、番組後半、では、皆さんのチャットに書き込みを、含めてディスカッションという形でやりたいと思いますけども、毎度のことながら、チャット機能を使っていただいて、ご質問、それかコメント、から応援のメッセージ等々書き込みをしていただきたいんですけども、お約束ごとで、送信先のプルダウンメニューで、すべてのパネリストを指示してきたと、こいつを選んで、書き込みしていただきますと、全員で書き込みを共有できるということでございます。で、昨日、ちょっとプリアナウンスがありましたけど、スペシャルゲストが今日もご登場されるということなので、皆さん、ご期待していただければというふうに思います。じゃあ、平山さん、ここでバトンタッチしますので、よろしくお願いします。はい。皆さん、改めまして、世界経済フォーラム第4次産業革命日本センターの平山でございます。もう、このシリーズ5日間続くんですけど、まあ、2日間ご覧になっている方にとってはですね、3回目の説明になりそうなので、もういい加減やめろよと、しつこいよというふうに思っている方もいらっしゃるかもわかんないんですけど、まあ、ちょっと前段に、まあ、そもそも私たちが何をやってるかっていうところを、まあ、かいつまんでお話しさせていただきまして、本日のメインテーマであります、プライバシーインパクトアセスメント評価の、ディスカッションに進んでいければなというふうに思いますと。はい。で、まあ、私たちですね、世界経済フォーラム第4次産業革命日本センターというのはですね、もともとダボス会議とかをやっているですね、ワールドエコノミックフォーラムと、まあ、アジアパシフィックイニシアチブというですね、シンクタンク、そして経産省、これが、まあ、ジョイントベンチャーで作った新しい組織でして、2018年から活動しています。で、今私たちは2021年なので、ちょうど2年、ちょっと3年ぐらい動いてきてるっていうことなんですけれども、私たちが属しているのはこのスマートシティをやってるチームで、で、今まさに私たちがやろうとしているのは、そういった世界中の都市がですね、まあ、バラバラにルールや法律や条例やそういったものを作るんではなくて、できる限り同じような条例やルールや規則、そういったものを導入していくべきじゃないかと。そのためにはこういった都市のアライアンスが必要じゃないかということで、活動しています。で、なんでそんなことをやってるかっていう話なんですけれども、まあ、やっぱりそのスマートシティがこれからどんどん出てきていくわけですけど、どうしてもですね、そのデジタルサービス、例えば見守りサービスみたいなものっていうのは、デジタルのその境界線がないわけですね。A 氏から B 氏に行く、B 氏から A 氏に行く、当然そういったことってあるわけですけど、ただ A 氏と B 氏で全く違うシステムを入れてしまったら、まあ、そういった情報の連携っていうのは、そもそもシステム的にできなくなってしまいますし、まあ、仮に同じシステムが入ってたとしても、ポリシーレベルのレイヤー、つまりルールがですね、まあ、異なっていたら、A 氏から B 氏には情報が送れるけど、B 氏から A 氏には情報が送れないみたいなですね、まあ、そういったようなことになってしまっては、まあ、サービスが完結しないということで、そういったような課題をですね、解決するためには、やはり都市間で学び合ったり、いいものを共有していったりと、そういったことがまあ必要なんじゃないかということで、活動していますと。で、ちょっとですね、まあ、私たちの説明を毎回同じ説明していても多分飽きちゃうと思うので、今日はちょっといつも昨日、おとといまでしてなかった話を少ししようかなと思ってるんですけど、実は私たち活動の中で特に注力しているのがですね、この、どうやって、住民の合意を
取るかですとか、このプライバシーですとかセキュリティですとか、こういったこうどこまでやってもまあ答えのない問題に対して、まあ、どういった活動ができるのかということで、実は昨年の11月もですね、こういったメディアワークショップっていうものを開催してまして、でここではまあパイオニア都市、今回、今日スペシャルゲストということで、多田さん、先ほどもアナウンスされてましたけど、多田さんも来ていただいてるんですけど、こう、なんて言うんでしょうね、日本の4都市が、パイオニア都市ということで、選定されてるわけですけれども、こういった方々とですね、住民合意に向けてどういう議論が必要なのかというようなことも増しています。で、ここでは、例えばですね、加護市様デシリームっていう、今、住民の、たぶん後で事例も出てくるかと思うんですけど、そういった、こう、住民の声をどうやって拾うかっていうことですね。なかなかその集会を開いたからといって、日中忙しい皆さんが集会に参加できるっていうわけでもないでしょうし、じゃあそういった時にウェブを使って声を集めようって、それは当然考えるわけですけど、ところがじゃあそこに、例えばですけど、匿名性を持って、ID みたいなものだけですね、匿名で例えば投稿できるようにしてしまったら、本当にそれが加古川市民かどうかっていうのはなかなか判断つかないですし、そういったですね、やっぱりインターネットを使っていく上で、いろんなルールが出てきますので、このあたりの整理していくような活動っていうのも合わせてやってますと。で、もう一つ、特徴的にやってますのが、このスマートシティをやっていく上での5原則っていうものを、グローバルで策定してるんですけれども、これをいろんな自治体に導入いただくような活動もやってます。で、これは具体的にはそのスマートシティって言いながらですね、やっぱり各自治体のプロジェクト自体は、例えばこう交通だったら交通の部署が、なんかその福祉だったら福祉系の部署があって、こういろんな部署にまたがってこうやってると思うんですけど、その人たちがバラバラにやっぱりデジタル政策やっていったらですね、なかなかその一本揃うものって出てこないと思うんですね。例えばこう IoT のデバイスがあっても、例えばパスワードの設定はこうしましょうっていうルールが仮にあったとしてもですね、それを本当にその市全体で統一させていこうと思ったら、それやっぱり大きな何かこう、みんながこっちを向きましょうって、そういうものが必要だと思うんですけど、なかなかこれがない自治体が多いっていうこともあってですね、ここをスマート市 の総合戦略とか総合計画とかそういったものとちゃんと紐づけるような、そういった活動をやっていこうっていうことで、加賀市さんが昨年の3月に導入いただいたのを皮切りにですね、浜松市さんですとか、加古川市さんですとか、あと宇部市さんですとか、あと最近だとちょっと資料ないんですけど、東広島市さんとかが導入いただいたりしてですね、こういったようにこう順々に活動が広がってきていると。で、まさにですね、そういったこう大きな原則を定めた上で、各ポリシー、その具体的なポリシーを議論していきましょうということで、この1年間進めてきたんですけれども、ここに書いてあるようにですね、いろんなこう世界の専門家といわれる人たちと、作ったポリシーの一つが今回のこの、プライバシーインパクトアセスメントポリシーということ で、この細かな詳細はですね、この後、由良さんから説明がありますので、ぜひそれを聞いていただければというふうに思います。では私からは以上です。はい、 ありがとうございました。じゃあちょっと画面お借りします。見えてますかね。はい、見えてます。では、改めまして、よろしくお願いします。世界経済フォーラム第4次、産業革命日本センターフェローのユラです。私、普段はですね、これまで企業研究所の方で IoT とかユビキタスの研究をやったんですけども、最近はコーポレート部門で、スマートシティみたいな、その未来、社会の創造の事業みたいなところに携わっております。で、C4IR は昨年の12月ですかね、ちょっと遅めのメンバーとして、この平山さんチームに参加させていただいて、今日のご説明するプライバシー影響評価、プライバシー関連のポリシーを担当させていただいております。はい。じゃあ早速ですけれども、プライバシー影響評価のモデルポリシーについて説明させていただきます。で、先ほど平山さんの方からも説明ありましたけれども、その GSCA の方でそのスマートシティの5原則っていうのを課題を議論してまして、でここに書いてあるのが先ほど の5原則ですね。で今回ご説明するのはプライバシー影響評価ポリシーといったところで、その原則的にはそのプライバシーと透明性という原則にの中の一つのモデルポリシーになります。で各原則、5原則のそれぞれの原則には各モデルポリシー、昨日、おととい、明日、明後日と説明するポリシーがあるんですけれども、その中のプライバシーと透明性の中のポリシーということなんですけれども、このプライバシー影響ポリシー自体はこれだけではなくて、例えばそのプライバシーに関係するそのセキュリティ、データセキュリティであるとか、当然その公平、プライバシー影響ポリシーが影響評価が対象とするその取り残しのないみたいな形でその公平性とか
効果多方節制とかっていったところにも関係してくるようなポリシーになります。で、このポリシー自体は、ここに、ありますけれども、GSCA、グローバルスマートシティアライアンス、スマートシティーズアライアンス .org のウェブサイトから、このポリシー全体は取れますので、PDF の形で、あと、その日本語訳のものも取れるようになってますので、ぜひ、ダウンロードしてご覧いただければと思います。はい。でそれでは実際にそのプライバシー影響評価っていうのは何かっていうお話なんですけれども、ここに書いてありますようにそのプライバシー影響評価 PIA と言いますけれども都市にその導入しようとしている新しい技術であるとか情報システムであるとかプログラムといったものがので扱う個人情報がどのように収集使用共有維持されるかっていうものを評価するものですと書いてありますけど、ちょっと分かりにくいんですが、これは都市開発を行う際に、その開発後の環境への影響っていうのを、あらかじめ評価する環境アセスメントっていったものが、その都市の開発の中であると思うんですけども、それのデジタル版だと思っていただければいいかなと思います。で、この PIA っていうのは、その技術をその導入してから、利用を始めるっていった後でいろいろ起こりうるプライバシーのリスクが問題だったりっていったところを今まではその都度対処療法的に対応してきたっていったところをそれを事前に技術導入する前に PIA を行うといったことでその技術がプライバシーどういう問題を起こしうるのかだったりとかどう対応すべきなのかっていったものをあらかじめ評価するといったことで将来のプライバシーの問題を生じさせない大きくしないようなにするためのものだと思っていただければと思います。で、このプライバシー影響評価に関係するさまざまなポリシーというのは、この GSCA がのポリシー以外にもいろいろありまして、例えばその EU のその GDPR の中で規定されているそのデータプロテクションインパクトアセスメントですね、DPIA といったものだったりとか、日本だとマイナンバーですね、使うときの特定個人情報保護評価といった制度。っていったものもこの PIA に含まれるものです。で、それだ個人情報を扱うものって加えてもっと広いそのここにちょっとありますけどもアルゴリズムインパクトアセスメントみたいなその AI とかアルゴリズムがそのどういうその偏見とか、不平等を起こさないかみたいなものを事前評価するものだったりとか倫理評価ですねエシカルインパクトアセスメントといったものも、この広い意味でのプライバシー影響評価に当たるものというふうに捉えています。で、この PIA を実際に、実行するといったメリットについて、ちょっとここで説明してますけれども、このポリシーですね、例えばその街で新しく何かをすると、アプリケーションを導入するとか、街にカメラを設置して、子どもたちの見守りしていくっていったときに、この PIA をすることで、将来的なプライバシーリスクを事前に分かるといったことは、その提供する側がちゃんと、自治体だったり企業側が、その技術が何であるか、どういうリスクがあるのかっていうのを理解するっていったことと、それを市民と共有することで、そのどういうものがその街にインストールされて、かつどういうリスクがありながらも、どういうメリットがあるのかっていったものをきちんと市民と合意していく、ある意味、一つのツールだというふうに捉えています。ですので、ここに書いてありますように、その技術の適用側がきちんと市民に説明できるといったことで信頼性を築くだったりとか、その将来起こりうるプライバシーのリスクといったものとか、取り残しみたいな、そういう差別的な影響というのを軽減したりだったりとか、あとその法的なそのコンプライアンスですね、の違反だったりというのを起こさないようにするといったことを、この PIA を実施するといったことで、ある程度その実現できる。っていうふうに考えています。はい。で、じゃあ実際に PIA ってどういうものなのかっていったものが、このモデルポリシーの中で、書かれているんですけれども、今回私たちの PIA のモデルポリシーで、書いているものは大きく2つに分けてというか、2つのものを書いています。で、2部構成になっていて、1つ目の前半部分がその PIA の基本要件ということで、PIA をそのいつどのように実施するかといったその PIA の運用のアプローチですねについて説明したもの。で、後半が実際にその PIA について何が含まれているかという、何がしなくてはいけないかといった中身の部分。その2つ、2部に
について、まあ、説明しているものが、私たちが作った、まあ、策定している GSCA の BIA モデルポリシーといったものになります。で、まあ、前半のこの、基本要件の部分ではですね、BIA を、行うときに、その実際にその、地域だったり都市だったりっていったところの価値観だったり、そのプライバシーリスクへの許容度といったものがいろいろ異なりますので、それをきちんとどういう価値観でどういうリスクとのトレードオフで、この PIA をやるかっていったところの取り決めとか考え方っていうのを整理するっていったものが書かれています。で、まあ、そういうことを、その価値観といったものをきちんと定めた上で、じゃあその次にどういうタイミングで PIA をやるべきなのかといったもので、どういう対象に対してやるものかといったものですね、全部 の、 その技術導入とかそのサービスだったりシステム導入といったものに対して全てを PIA やるっていうのは、まあ、現実的にまあ、 ありえないというか、全ての細かいシステム導入だったり更新だったりやるのは難しいと思うので、まあ、コストの面からとかも含めてですね。なので、そのいつどのどういうタイミングどのような対象でやるのかといったことを考えなきゃいけない。で、ちょっと後で事例でも出てきますけれども、一つの例としては、まあ、あらかじめ全てをその PIA PIA をするんではなくて、事前に PIA をするかどうかをある意味判断するための、まあ、敷地評価みたいなのも含めて、その全体のプロセスとして取り組むとっていうことも考えられるといったものも書かれております。あと当然その PIA を取り組むに対してのツールだったり、そのためのフォーマットだったりっていったところで考えなきゃいけないことだったり、あとその PIA を行う際のその役割とか責任っていったところも結構この重要な要素になっていて、その PIA を実際に持続的にちゃんと進めるにあたっては、ちゃんと責任者を含む組織設計っていうのが重要だと思ってます。で、その際にさらにそのプライバシーの専門家だったりとか弁護士っていった、まあ、専門的な知識を持つ人をチームとして取り込んで、きちんと PIA 評価をしていくっていう流れを作っていくっていうところ、ここに関してもきちんと設計する必要があるというふうな提言ことも書いております。で、あとは、まあ、PIA 自体をやりっぱなしにしないようにするための、まあ、監査だったり記録 であるとか、先ほどの1個前でも説明したましたけども、PIA 自体をその市民に対してのオープンにしていく、透明にしていくっていったことで、実際にその市民がどういうことを起きているのか、どういう評価をしているのか、技術に対してっていうことが分かるので、そのある意味信頼を得ることっていうのにもつながっていくといったことが、この PIA のモデルポリシーでは基本要件として書いております。で、後半のパートなんですけども、これは PIA に何が含まれているかという点で、まあ、PIA の、 その構成要素がここにざっと書かれていますけども、まあ、PIA としてその評価する対象の技術であるとか、データのプロジェクトの中身ですね、どういうものをこの、PIA として、評価するのか。で、そこに対して、その技術に対して、じゃあどういうプライバシーのリスクがあるのか。で、それに対して、対応するメリットは何なのかっていったところ、そのやはりこのリスクとメリットのバランスっていったところを評価して、そのリスクよりもメリットの方が大きいっていった判断で、きちんとその技術を導入するっていった理由付けにしていくところが非常に重要なポイントだというふうに考えております。で、当然その技術に対してのデータをどう管理するのかとか、活用していって管理していくのかっていったところ、まあ、保護していくのかっていった詳細の技術に関しても PIA として記載していく必要があるというふうに、評価していく必要があるというふうに考えており、まあ、こういうのを含めて一つの PIA の評価ドキュメントとして作っていく、まあ、評価として行っていくっていうのが私たちが考えているモデルポリシーの内容になります。で、まあ、ちょっというふうに文章で言っていてもなんかちょっとよく分かりにくいので、ちょっといくつか事例を紹介しますけれども、これシアトル市の事例、まず一つ目にご紹介させていただきます。で、まあ、このシアトル市なんですけれども、ちょうどこの PIA のポリシー策定を、まあ、私どもというか GSCA の中でリードしている、まあ、ケルシーっていう人がいるんですけど、ケルシーがいるんですけども、まあ、その方 と、まあ、シアトル市の前元 CTO ですかね、
マイケルがこのシアトル市の、あの事例、PIA に関わっていたというふうに聞いております。でもあのこのシアトル市の事例 ですと、あのここに書いてありますように、PIA を、プライバシー影響評価をする前に、いくつか段階を踏んでやっていると。最初にあのセルフサービス評価というところで、関係者にアンケートを実施して、プライバシーリスクが高いかどうかといったものをヒアリングして、でそれで高ければ、まず、地域一分析ですね、実際にプライバシー影響評価をするかどうかっていう判断をするための、ある意味フォーマットに当てはめて評価すると判断すると思います。でそれでプライバシー影響評価をしなくてするべきだというふうに判断した場合にプライバシー影響評価を実際に行っていくといった、こういう段階を踏んで行ってますので、これは先ほどもちょっと説明したその技術導入のスピードが全てをやることはできないっていったところで、全てをやろうとすると多分ものすごいどん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 溜まっていく、その評価、評価中ですっていうのが1ヶ月とか2ヶ月とか待つっていうのも、それはそのイノベーションっていった面では非常に良くないので、そういう技術導入のスピードと、あと一方、やっぱ拙速に導入してしまってプライバシーのリスクを起こしてしまうっていった、そういうところのバランスをうまくこう取るための施策として、こういう段階的なプライバシー評価というのが行われているというのがシアトル市の一つの事例になります。であと先ほどもちょっと説明し、言及しましたけども、シアトル市ではその PIA 自体をウェブにて公開をしております。でここに、あるのがそのシアトル市で行われた PIA の一覧なんですけれども、ここにあるようにその実際にどういう内容をしたのかっていうのは、このウェブサイトからダウンロードして、だいたい PDF で入っているんですけども、そこでそのダウンロードしてみると、どういう人が、どういう部署が何の目的のためにどういうふうに評価したのか、でその結果っていったものが取ることができます。今あれですかね、表映ってますか、スライドがシアトル市の事例の前のところで止まっちゃってるんで、もしかしたらすいません、はい、またまたそこ止まりかもしれない、はい、ちょっとお待ちください、申し訳ないです。よいしょ、はい、これで見えてますかね。少々お待ちくださいね。はい、今ね、画面共有を開始しました。ダブルクリックすると全画面モードになりますのままなので、ちょっとあれかもですね。なんかトラブってる感じを受けますね。そしたら私の方で流しましょうか。申し訳ないです。あ、いえいえ、ちょっと待ってくださいね。そしたら。これですね。ちょっと待ってくださいね。そしたら私の、一旦じゃあ画面の共有下げていただいて。はい。私の方でこれを共有して、よいしょ、スライドショー、これで今、はい、すいません、ありがとうございます。じゃあこうですけども、シアトル市の事例としての、一覧の右側に書いてあるのが、実際にどういう人がこのシアトル市の PIA を見てダウンロードしたのかみたいなものも、分かるので、どのぐらいこの PIA について興味持っているのかみたいなのも見れるということになります。で、このリストを見てみると、一番上にロビーガードって書いてある PIA が行われてますが、これ多分警察署、シアトルの警察がそのロビーの警備システムかですね、それについて PIA を行ったもの。で、下の方を行くと、一番下にバイクシェアプログラムって書いてあるんですが、これはシアトル市の運輸局が行った、バイクシェアっていうか、自転車の共有サービスですね。その PIA がここにダウンロードできるといった形になります。で、すいません。次のページに行っていただいて、その PIA、シアトルで行ったバイクシェアのプログラムの例がここに書いてあるんですけど、ちょっと日本語に、直して、こちらで勝手に直して見せてます。でこのプログラム何が書かれてるかって言いますと、ここにコンテンツの中だと、実際のこのプログラムの概要、テクノロジーの概要であるとか、実際にどういうガバナンスが使用されてるか、と先ほどもちょっと構成要素の中にありましたけども、データの保存とかデータの管理のやり方であるとか、関係する法的、要件みたいなものが書かれているということです。で右に内容書いてありますけど、細かくて読めないとは思うんですけども、このプロジェクトの概要に関しても単純に、こういうことをしますっていうだけではなくて、比較的このシェアのプログラムに関しては、
事前にいろんな実証実験を行っていたようで、その実証実験の結果などを踏まえて、じゃあどれだけその市民にメリットがあるのかみたいなことも含めて、この、PIA では書いてあります。まあ、そういうことが実際にじゃあどれだけどういう個人情報を含む、まあ、プライバシーデータを扱うのかっていうリスクに対して、実際にこのテクノロジーが、市民に対しての、提供する便益みたいなのと比較できるような、そんな書き方をしています。はい。じゃあ次のページに。いただいて、じゃあ次ヘルシンキなんですけど、まあ、これも比較的、オープンにされている、例ですね。でヘルシンキの場合は左にあるようなウェブサイトで実際にその、ね、これ多分 GDPR に対応する、まあ、DPIA データプロテクションインパクトアセスメントっていったものをこういうふうにやってますよっていった、まあ、プロセスとあとツールを公開しているところになります。でちょっと右に分かりにくいので右に書いたんですけれども、このヘルシンキでもその最初に初期評価、まあ、ある意味敷地の評価をした上で影響評価が必要だったら実際の影響評価をする、その場合にツールとしては影響評価のツールだったりリスク分析のフォームを使って実際にその技術とかプログラムがプライバシーに対してどれだけリスクがあってどういうメリットがあるのかっていう評価をすると。で一方その影響評価が必要ないといった場合にもそのチェックリストっていったものを使うことで、ある程度その、対応する技術っていったものがどういう、ものなのかっていうのを理解するための、まあ、記録するためのものっていうのも、その両面をやってるのがヘルシンキの例になります。はい、すいません、次で。はい。で、これもまたちょっと例をここに見せたんですけど、初期評価のフォームとしては、ここにあるように、まあ、いろいろこのガイドラインをこう読みながら、いいえとかはいとかチェックリストをしていくと、最終的に、まあ、影響評価をすべきかすべきなのかっていう判断の、データになっていくような形で、で、これをした、結果、右にあるような影響評価の、まあ、両方とも Excel のフォームになってるんですけれども、ツールを使って実際に、どういうそのデータ、プライバシーが関係する、ことが、行われるのかとか、管理しているのかとかっていったような情報をここに記入していくような形になっています。で、まあ、今みたいにそのヘルシンキだったりとかシアトルではもうきちんとフォーム、フォーマットっていうのを提供したりとかツールを提供することで、実際にその評価、PIA を実施する際のいろんな、進み具合、振動っていうのをサポートしているような形になります。すいません、次お願いします。でですね、実際にじゃあ、PIA のポリシーってどのぐらい世界で、興味が持たれているのかっていうのを、まあ、GCA の、パイオニア都市、まあ、パイロット市っていったところにアンケートした結果がここにあります。で、ちょっとこれ、パイオニア都市36都市あるんですけども、まだ、中間、データなので、情報なので、全部で15とか16都市の関係になります。あと、このアジアにはまだ日本がここ含まれてないんですけれども、これ見てみると、やっぱり欧州では比較的もう GDPR のこともあるのが原因だと思うんですけども、PI ポリシーがすでに存在するところが多いようですね。で、一方、他の地域だとほとんど PI ポリシーが、まあ、南米はちょっと特殊ですけど、なくて、で一方、やっぱりないところに関しては PI ポリシーに興味あるといったところが多くなっています。で、やっぱりその各都市においても、自治体においても、プライバシーに対するそのプライバシーと技術っていうところの興味っていうのはものすごい持たれているっていうような感じで、特にそういうポリシーを今まで作ってなかったところに関してはその傾向が強いような感じになっています。はい、次お願いします。であとその日本の中の動きとしましては、その今回策定した PIA のモデルポリシー自体をその内閣府 その検討会に対して、まあ、説明をしています。でこの中でその実際にそのスマートシティにおけるデータ利活用といった中 の中の議論として、今までその都市それぞれで個人情報の 法制かな法律をバラバラに作っていたっていった反省もあり、結構そういうその法律化、法制化するって、ルール化するっていったところ以外で、うまくその地域の差だったりとか、社会の
違いっていったものを吸収できないかっていう議論が結構中ではありました。でその際に PIA っていうのは実際の法律、まあ、その条例を含む法制度をとその実際の技術 の適用っていったところ そのバランス、その守りながらその中で評価するっていった判断材料にしていくようなあのツールとして PIA が使えるんじゃないかなみたいな議論が結構 ありまして、で結構その PIA 自体のあの使い方っていったものもそのあのルールと併用していくような使い方っていったものが、まあ、重要になるんじゃないかなっていったような形を捉えてます。でこの PIA 自体はあの比較的そのあの内閣府自体もこのスマートシティの取り組みの中できちんとあの意識して取り組むっていったこともあのお話しされておりました。はい、まあ、最後なんですけれども、まあ、実際にその GSC で、ここに書いてあるのはパイオニア都市向けになっちゃってるんですけれども、PIA のポリシーを実装していきたいと思ったらどうすればいいのっていう話なんですけれども、まあ、ありてに言いますと、GSC 含む私どもは、皆さんの都市の中で PIA のポリシーを策定していく支援をしますというのが、結論なんですけれども、それに、中でどうステップを進んでいくかっていう話で、プライバシー保護のその、状況ですね、各都市の今の状態、例えばその、データ、プライバシーに対する保護条例みたいなのがすでに存在しているかであるとか、その実際に PIA を取り組んでいるみたいな、そういう状況を踏まえて、じゃあどこから始めましょうっていったものだったりとか、じゃあ始めるときにどういうチーミングをするっていったところ、どういう、で、その際に、プロジェクトを一つ選んで、例えば、その仮説検証をしながらワークショップを実施しますといったところも含めて、進めていくのは、こちらの方でも、地方 IR 含めて、GSCA の方でサポートしていきますということを、書いておりますので、まあ、ぜひ、実際にその PIA に関して、ご興味のあるような、自治体の方々がありましたら、お声掛けいただければなというふうに思いまして、私の方の説明は以上とさせていただきます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。早速では、このタイミングで、まあ、スペシャルゲスト、特別ゲストの加古川市の多田さん、ぜひ画面をオンにしてください。もうさっきネタバレ してしまいましたけど、最初に。すいません、毎度のことで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。お待ちしておりました。さてさて、じゃあ早速なんですけど、パイオニア都市の一角を占めていただいてます、加古川さんにも登壇いただいてですね、この PIA ポリシー、ちょっと掘っていきたいなと思うんですけど、まあ、先ほど、ゆらさんからもお話しあった通り、結構グローバルでは、このプライバシーに対するやっぱり意識の違いっていうのは、すごく、やっぱり大きくなってきてるなと思ってまして、で特に、まあ、これ、セミナー、ご覧、ウェビナーをご覧いただいてる多分皆さんは結構、そのヨーロッパの GDPR っていう、まあ、個人の情報を、まあ、すごくこう、厳しく規定してる、まあ、法律があるわけですけど、まあ、このあたりも多分認識が多い方がいるので、まあ、GDPR については特にここではお話しませんけれども、まあ、そういったやっぱり法律ができるぐらいにそのやっぱり意識の高い地域と、まあ、そうじゃない地域というのが分かれていってる中で、でもグローバルなトレンドでいうとやっぱりプライバシーに対する意識ってすごく寄っていってるんだろうなと思うんですね。でなんかそれってこう今こう自治体のいろんなスマートシティの、まあ、まさに、ね、多田さんは業務されてると思うんですけど、その中でやっぱりこうパブコメだったりいろんなところでそういったプライバシーに関する市民の方々のお声ってやっぱ増えてたりするんでしょうか。そうですね、過去の取り組みでいきますと、もう皆さん割とウェビナー見られてる方、ご覧の方ご存知かもしれないですが、見守りカメラですね、設置するときに、かなり、ま、丁寧に説明をしてきたっていう背景がありまして、ま、28年6月にですね、市長が、12箇所に、オープンミーティングを開催しまして、市長自らですね、その個人情報、ま、個人情報を移りますんで、まあ、プライバシーを収集することについて丁寧に説明を行いまして、でその時にアンケートをね取ったんですが、617人参加されて、アンケート答えてくださったのが520人ぐらいいらっしゃって、そのうちの 99.2% の方がこのカメラを設置するということに対してですね、合意を導入して、どちらかというと必要だとか必要だっていうことで回答をいただいた、うん、で、ね、また広報とかあとウェブで、アンケートを取りましたら850人ぐらいの方から、
必要とか、どちらかといえば必要というような回答を得たっていうところで、まあ、やっぱりこのあたりの合意がなければ、そもそも加古川市で1475機のカメラなんか設置できないですよね。でこれを一方的に、設置しちゃうとちょっとよからぬところに行くんで監視カメラになるんですけれども、まあ、ここがですね非常に重要だなというところは思います。でまた条例とかもね加古川市作ってますんで、まあ、これが PIA に当たるのかっていうと、まあ、近しいところにはこういったルールで、警察署にですねこのカメラの画像を提供しますよということをしっかりと明文化して提供したっていうのは大きいのかなと思ってます。なるほど。いや多分なんですけど、もし加古川市さんに PIA ポリシーなるものがあったらその PIA を実施した結果として、例えばカメラにその民家が映り込んでしまうという問題がありましたと、うん、でこの民家が映り込んでしまう部分については、はい、プライバシー侵害リスクがありますということを多分その評価の中に書かれて、で、はい、じゃあ事業者と自治体が何をしたかというと、多分加古川さんってプライバシーフィルターでしたっけ、なんか黒く塗られたようなのがカメラの中に実装されてますよね。で多分あんなことまでやってる国地域ってあんまりないと思うんですけど、まあ、例えばそういうふうになったでしょうし、でまたそのお話あった通り、その条例で定めて、例えば私の記憶だとその警察から照会があった時だけそのデータをその警察に出すと、照会するためにそれを使う、逆に言うとその取ってるデータっていうのは普段全く見てないわけですよね、その事件の限りは。で例えばこれも何かに使われてるかもしれないっていう不安がまあ、普通はあるわけですけど、その正しくその条例でそれ以外の目的には使いませんよと、まあ、謳うことによって、まあ、プライバシー侵害のまあリスクをまあできる限りまあ下げていると。でそれをもってまあ市民の合意形成に進んだというケースだと思うんですけど、まあ、それってでもやっぱりその先ほどユラさんの説明でもあったんですけど、まあ、どこまで何をやればゴーサインだよ、NG だよっていうのはやっぱその地域地域である意味決めていく部分だとは思うんですよ。その意味で私たちのモデルポリシーが歌っている部分ってやっぱりその地域の価値観、その地域として何がしたいのかっていう部分が重要なんじゃないかっていうことを結構最初の方に歌ってはいるんですけど、まあ、この辺っていうのがやっぱり結構ポイントになってくるのかななんていうふうにお話聞いても思いました。やっぱそうですよね、やっぱ加古川市さんですの、もともと犯罪発のその率が高かったみたいなところが市民感情にあるから必要だって話になるってことですもんね。そうですね、やっぱり安全な街に住みたいというのは皆さん思っておられると思うんですね。危険な街に住みたい人ってそんなにいないと思うんですね。ってなってくると安全な街を作ろうとすると、まあ、こういった、プライバシーを、クリアすることによって安全な街は作れるんだっていうことが示せたら、やっぱりそういう、カメラというソリューションを使えるっていうことになると思うんです。で、ただ、置くのは合意したけれど、どういうふうに管理されるのかって明示されてなければ、やっぱり不安ですよね。自分の、家の前で、まあ、プライバシーフィルターがなかったとしたら、誰が来たのかっていうのが全部分かってしまう。しかもそれが、市が見てるかもしれないってなってくると、もうこれってもう完全監視の世界になってくるので、そういったことはしませんよということを明文化するっていうのが情報としてちゃんと提供するっていうところですね。まあ、信頼を得るっていうんですか、そのカメラをつけるっていうことの信頼を得るっていうのはすごく重要なのかなと思ってます。やっぱそこを市民と会話しながらオープンにしていくっていったところが多分そこの市民の信頼につながっていると思ってまして、うん、で多分加古川さんがその今までやってこられたその見守りカメラとかにやってこられたプロセス自体が多分先ほど平山さんの方からも言った通り PIA の実際にやることになってると思うんですよね。それをきちんと、まあ、ある意味いろんなものを回せるようにプロセス化しているものが多分 PIA になると思うので、ある意味それを先行的にいろいろトライアンドエラーをしながらやられたのがその見守りカメラの時の加古川さんの動きだと思っております。そうですね、あれですかね、加古川さんとしては PIA ポリシーっていうのは特に実装はされていない。そうですね、まあ、今後ねパイロット都市でもありますんで、そういったものを検討するのは十分考えられますし、いずれにしてもしましてもまたカメラをどうするかっていう話は当然出てきますので、まあ、今回と同様に皆さんが合意されるかどうかっていうのは分からないですよね。まあ、やってみないと分からないところありますし、そこに対して丁寧に説明するっていうところは十分
やっていく中で、この PI ポリシーみたいな形の考え方は踏襲していくべきだと思います。はい。なるほど。うん。ちょうどあれですね、今質問でも来てますけど、この ISO を思い浮かべますが、関係してますかっていうようなことがあって、ちょっと追加でそれにかぶせるような形で言うと、ZipDeck さんが、先日、JISCA、PIA ポリシーを JISCA しているものが確か出てると思いますので、まあ、国内においてはそういった、まあ、標準化された、まあ、考え方っていうものが、まあ、あるのかなというふうには思ってますと。で、このポリシー自体は、まあ、グローバルで、いろんな都市が実装しているものを参照しながら作っているという意味で、まあ、準拠しているというふうにも言えるでしょうし、まあ、それをそのままズバリコピーしたものではないということが、まあ、回答にはなってしまうんですけど、とはいえ、先ほどの、トロント市の事例とかで結構細かくレポートが出てたと思うんですよ。由良さんの説明見てると。で、あれって出し手が、部局になってたと思うんですよ。だから交通モビリティとかだと、そうですよね、うん、そうですね、警察とか話し合う時逆にその加古川さんですよ、もうこれ仮の話ですけど、作りましたと、結構各部署が大変ですよね、これに答えると。だと思いますね。この規模は結構難しいなと思いながら見てますけれども、今後 IoT センサーだったりとか、まあ、5G とか使っていろんなデータをこう伝送していきましょうとかなってくると、作らないと置けないんじゃないのかなっていうのは、説明責任って、置く側の責任ってやっぱり出てくるでしょうから、まあ、そこね、どこまで丁寧にできるか。まあ、ただ、軽く作って先ほどの事例のように細かくやる必要性があるのかどうかっていうのはやっぱり測っていかないと、何でもかんでも細かくやってしまうと。いや、そうですよね、多分そこだと思ってまして、うん、先ほど由良さんの説明でもあったんですけど、その事前評価っていう、まあ、簡単なチェックシートみたいなものがあると思っていて、その変な話ですけど、多くのスマートシティプロジェクトって別に街にカメラ、まあ、カメラを置くは若干そのプライバシー影響出ると思うんですけど、センサーを置く、温度センサーを置くってなった時に、それってほとんどプライバシーに影響しないじゃないですかとか、なんかそういったものまで何でもかんでも全部影響があるかもしれないと、こう過剰反応してやってしまうと、多分プロジェクトって何も進まなくなっちゃうような気がするんですね。一方でやっぱりそのちゃんとこう影響があるかもしれないものについては正しくやっぱり議論していくっていうのはやっぱり極めて重要なんだろうなと思っていて、まあ、とは言いながらやっぱりこの辺ってその地域その地域の課題とか価値観によってやっぱりどうしても左右される部分があるんでしょうし、まあ、逆に言うとこれってやっぱり大きな自治体でなればなるほどその合意形成っていうか、そのいろんな人たちがいらっしゃるんで難しくはなりますよね、きっと、まあ、だからこそ多分ああいった透明性、まさにそのシアトルだったり、まあ、ヘルシンキだったりトロントだったりってところでこう、まあ、やったものについてもうあそこまで何人が見たかまで含めてちゃんとこう公開していくっていう、まあ、すごくこう透明性のある、まあ、行政をされてるなという認識はあるんですけど、一方ででも私も感覚的になんですけど、じゃあ日本の自治体にそれをやりましょうってただ掛け声を出しただけでは分かっちゃいるけどっていう世界が、まあ、やっぱりあるよなと思っていて、まあ、なかなかこの辺で難しいですよね。うん、まあ、先ほどね、透明性という話いただいた中で、まあ、平山さん冒頭にもご紹介いただいたんですが、加古川市のデシリムっていうツールとかをこう入れてますっていうところで、なんていうんですかね、市民の皆さんっていうんですかね、まあ、行政に関心がある方であっても、やっぱり行政の情報すべて知ってるかって言ったら知らないじゃないですかっていうところで判断をしないといけない、投票しなければいけないっていうところに関しては、やっぱり開示できるものはやっぱオープンにしないといけないんだろうなっていうところは今後もやっていかないと、行政の信頼を何で取り戻すかというと透明性で取り戻すしかないんだろうなと思うんですね。うん、先ほど由良さんこうレポートの中でレポートじゃないですね、そのプライバシーインパクト評価の結果ですかね、自動車じゃないやモビリティのそのシェアリングサイクルの話をされてましたけど、はいはい、まあ、中でやっぱり特にこうご覧になってて、日本だったらどの辺が問題になりそうだなとか、日本だとここまで やれるのかやれないのかとか、なんかお感じになった部分でどんなところがあったりするんですか？ああ、そうですね。結構体制とかをきちんとすることと、結構その
事後、その継続的、持続的、それワンショットでやるんではなくて、持続的なところも考えているところが結構その特徴的かなと。その、やっぱ、評価するって、その評価のタイミングで、終わってしまうっていうことも結構あるんですけど、さっき多田さんもおっしゃったとおりです。じゃあカメラを、その後、まあ、当然カメラを更新していかなきゃいけないみたいなパターンもあると思いますし、あとそのデータ自体が、まあ、なんか今までリスク少なかったのが突然なんかある技術ができて、今まで安全だと思ったのがそうではない、そのプライバシーフィルターかけたけどそれもなんか突破するような何か技術がAI の学習でできるようになったみたいなことがあったら、そこでまた再評価しなきゃいけないっていうのもあるので、なんかそういうところをきちんと将来を見越してワンショットで終わらないような取り組みっていったところが結構それも一つのポイントかなっていうふうに思いました。そこはだから本当に技術革新がこの速度で広がっていってるとその難しいですよね。今の時点では確かにそうだって思っててもやっぱり1年2年経ったらそれは変わっちゃいますもんね。特にそのまさにねカメラの更新のタイミングとかでね、その知らなかったじゃないんですけど、そのそういった細かなことを分からずに違うものを代替商品として例えば入れてしまったら、実はそれによって穴があったりだとかっていうことは往々にして起きますよね。確かこれも書かれてましたよね、プライバシーインパクトアセスメント、その機器の公開とかについてもその都度何かしら実施するみたいなことっていうのは。そうですね、プライバシーポリシーの中にも PIA ポリシーの中にもきちんと書いてありますし、そのやっぱ評価で終わらせない持続的な取り組みとしてやるためのまあ、プロセスでもあるし組織作りでもあるしっていうのも含めて書かれておりますので、はい、その辺はその PIA を実施する際の取り組みの中にうまく取り組む場合は入れていただけるといいかなというふうに思います。なるほど、今ちょうどしれっとですね、南雲さんが戻ってまいりました実は実はちょっと席を外されてたという話でした。いやいや、今ちょっとご質問がいくつか来てますね。多田さんのゲストは大正解だというお褒めのお言葉をいただきます、ね。ありがとうございます。ありがとうございます。民間企業に勤めていたとしても、社税を知らない社員がいたりもするように、プリンシプルの周知徹底は、ただ作用ではないことがあることを配達しますと。いや、本当そうですよね、ここはね。受益者と提供者とのデジタルリテラシーの差など、障壁の多いことも想像できますが、日本ならではの苦悩について、公権力と市民権の実態から、これは、難題だといったエピソードなどあったら配置をしたいですということで、誰宛てかっていうと難しいですけど、なんか、ただパッと思い浮かぶので、もしあれば。ですよね、さっき平山さんがお話しされてたことと由良さんがお話しされてたこととかぶってくるんですけれども、まあ、そこからちょっと次につなげていくんですが、例えばさっき過去話アンケート取りました 99% ぐらいが OK でしたっていうところでカメラ置きました、置いた後にしれっと技術革新があったから全部なんか AI で解析してやるみたいなことやっちゃうと、それってなんていうんですかね、 PIA 違反というか嘘ついてることになっちゃうんで、まあ、それはやったらダメだろうなっていうのはあって、機器が故障してもう生産中止になってしまうことでよくあることだと思うんですけれども、それで次世代の、同じ契約期間の中にあったとしても違うカメラが入ってくるんだって、やっぱりこれってやり直さないといけないんだろうなっていうところは少し思いました。で、受益者と提供者のデジタルリテラシーの差とか障壁っていうのは当然起きるんでしょうけれども、日本って特になんかそこをデジタルリテラシーの差を過度に言い過ぎてるような感じもしなくはないのかなっていうのは思ってまして、これ語弊があるかもしれないんですけれども、デジタルデバイドって本当に存在するのかって言われると、僕はあんまりなんかそこは存在しないように思ってる部分があるんです。っていうのはこれちょっと例えが悪いのかもしれないんですけれども、高齢者の方と地域で集まって体操をやられてるんですけれども、コロナの前まではっていう。で、そのコロナが始まった時に集会ができなくなった。高齢者の方が体操ができなくなったんで、これを今後も継続していくかっていうことを連絡を取り合ったっていう例があってですね、これを高齢者の方とお話してたら、僕らだったらっていう言い方がいいのか分かんないですけど、デジタル使ってる人間すると LINE のグループで一斉で送信して OK っていうで終わるんですけれども、高齢者の方ってそれ使わないから、じゃあデジタルデバイドかっていうとそうじゃなくて、電話で電話したよ、だって暇だもんとか言って言われたんですよ、うん、いや必要じゃないかやってないっていう
必要っていう便利さを知らないっていうのもあるんでしょうけれども、うん、目的は達成できてるんであればそれはそれでいいのかなっていうところがあったりはしますんで、うん、無理にそのデジタルを使わせようっていうのもちょっと考えないといけないんだろうなとか。まあそうですよね。あとなんかその、まあ、ちょっとこの質問から離れてしまうんですけど、先ほどのそのユラさんのケースを聞いてた時に、あれもしかしてと思ったのは、結構これを自治体がしっかりやっていこうと思うとですよ、民間企業に対して、例えばその先ほどのシェアサイクルの仕組みって、それ自治体が主語で自治体が全部やるっていうことであれば、まあそれは自治体の責任の範囲においてだと思うんですけど、まあ民間事業者がやろうとしているサービスを自治体がまあ OK しますよっていうケースもあると思うんですよ。でところがそれって見え方的にその市のサービスになってた場合は、まあ市役所がそれについてじゃあ PIA をやりますみたいな話に、まあ、仮になったとすると、かなりの情報を民間企業から出させなきゃいけないですよね。で、それをどこまでチェックできるのか、まあそれはもちろん PI ポリシーその評価のところには専門家を置いてっていうことがまあ一応体制のところでは書かれているので、まあそれはそういうふうになるんだってことなんでしょうけど、一方ででも本当にじゃあ1700の自治体でそれを一個一個やっていくのかってなると、これはまた難しい問題なのかななんて思ったりもしたんですけど、なんかこのあたりっていうのはグローバルでも結構議論って出てるものなんですかね。まあ、ちょっと僕もなんか今ふっと思って言っちゃってるんで答えはないんだと思うんですけど。そうですね、ちょっと答えないですけど、例えばワンオフの技術じゃなければ他都市でこういう評価をしているっていったものを下敷きにしながら、うん、他の都市で展開す、それを評価のエビデンスとするみたいなやり方も多分あるでしょうし、ね、まあ、ある程度その地域インストールするところの差はあるにしろ、なんかそういう、まあ、逆にそういうオープン、他都市である技術をオープン化しているっていうことが、またそれもつなげられるっていうのもあるかもしれないですね。うん、なんか、やっぱりその共通化できるところはっていう、さっきのそのポリシーもそうですし、こういう評価に関しても、なんか、そういうところも出てくるのかなっていう気はします。なんかその、私がこれ、ちょっと考えなきゃいけないのかなって思ったのは、これからその自治体の業務っていうものと、その民間企業が、でも、になっていく部分って広がっていくと思うんですよね。でその時にその民間企業のルールロジックが、まあ、ある意味その同意を取ってやってるから大丈夫ですとか、当然その一定のもちろん民間企業であっても一定のそのプライバシーのもちろんその保護の原則みたいなものっていうのは従っていってるでしょうし、それは当然企業の中でやってるとは思うんですけど、ただそこの差分が出るっていう部分が絶対に出てくるじゃないですか。この辺っていうのは、まあ、どういう枠組みの整理の仕方があるのか、いやここはさっきの質問からちょっと離れてるんですけど、なんか議論したかった部分はまさにその受益者と提供者と、ね、うん、プリンシパル の, その認知度の話と、まあ、この辺って結構こう影響してくるのかなと思って、まあ、ちょっとなんかそういったことを感じたので今、まあ、ちょっとお話してるんですけどね。例えばこうグローバルにこう広がっていくスタートアップなんてまさにイメージやすいですけど、こうガーッと広がっていって、でそれがね、まあちょっと日本だとあんまり例がないですけど、ウーバーみたいな例えばサービスがあったときに、もうほぼそれがその地域によっては、例えばウーバーはタクシーの代替だから別にそのね、こうじゃないみたいな話があるのかもしれない一方で、最近自治体さんの取り組みでこうなんかタクシーの補助みたいな話とか、それが要はなんていうんですか、必ずしもその自助だけじゃなくてちょっと共助公助に降りてきてるような話とかっていうのもある中で、多分そういった部分の、まあ、お話っていうのは、まあ、今の時点で答えはないんですけど、おそらくやっぱりこうグローバルスマッシュアライアンスとかそういった場所で、まあ、議論してい、いくようなテーマなのかなっていうのはなんか今日お話で感じましたね。はい、例えばなんですけれども、ちょっと話それとそれで申し訳ないんですけれども、加古橋って見守りタグって BLE タグですね、500円玉ぐらいのタグを見守りカメラで検知できるような機能を持ってるんですよね、はい、でこの、位置情報データっていうのが、ビッグデータになるはずなんですよね、うん、ただそれってそのタグは誰を持っているかっていう契約情報さえ公開しなければ利用価値ってすごくあるんだろうなって思ってるんですけれども、そういった時に PIA ポリシーってどう生かされるのかなっていうところ言うと、うん、例えば民間事業者さんがそのサービスやられてるんですけれども、利用規約ってあるじゃないですか。日本って結構長い利用規約書くじゃないですか。あれチェック入れてるんだけれども、本当に読んでるかどうか問題ってあると思うんですけれども、海外ってそういうデータを使う時の、OKっていう利用規約っていう部分に関してはどれぐらいのレベル感で
これ PIA にも関係するのかなと思うんですけれども、やられてるのかなっていうのちょっとなんか聞いてみたい。グローバルでも問題だとは思っています。その利用規約をやればいいっていうわけじゃないよねっていうのは、今やっぱりグローバルで問題になってる話だと思っていてですね、特にカリフォルニアなんかでもガーファに対するいろんな裁判とか規制とかっていうのが始まってるような動きを見ても、やっぱそういったところに対する問題定義っていうのはやっぱり至るところで起きてるな。ただ至るところで起きてるんですけど、例えば Google のマップを見るってただで見れるわけですね、私たちね。ただでサービスしてて怒るって言われても確かにねみたいな世界もあるでしょうし、いや難しいなっていうところですよね。一方であそこまで大きくなって、その巨人というかですね、ジャイアントというか、圧倒的地位だっていうふうになってしまってる中では、確かに不公平なんじゃないかみたいな話ってのはあるわけですけど、ただ一方でさっきのその田さんのその質問に返したときに、それが民間企業のサービスだったとしても、やっぱり公益に資するから出してくれっていうようなオーダーを、ある程度自治体からしていくっていう部分は、データガバナンスみたいなのを考えていくときに、おそらく今後起こってくると思うんですよ。今ってそのデータ連携基盤っていうものの議論がずっと進んでると思うんですね。スマートシティ、スーパーシティ含めて。データ連携基盤っていうものを作ったって、なんか民間企業の人たちがそこにデータを流してくれないことには、データ連携にならないじゃないですか。ところが、その行政のサービスで行政が委託しているものを全てそこに出しましょうっていうストーリーは、これは従わないといけないですねと、調達に書かれてればそうですねって話ですけど、別に民間企業が民間でやってるサービスに対してそのデータを出すか出さないかって、あんまりこうマンデーと強制できるものでもないので、でもそれが進まないとやっぱりそういったスマートな社会のためのデータっていうのは揃ってこない。私よく例で出すんですけど、病院の決済したっていう情報ですね。これ別に病院のなんかその診察データとかそんなのが欲しいわけじゃなくて、もうただただ受付で会計が終わったよっていうデータですね。このフラグが、例えばオープンなデータになって毎日リアルタイムでこう吐き出されたとして、その吐き出されたデータをなんかタクシーの配車アプリがピョって読みに来れば、そこに向かってこう車を走らせる、おそらくこの辺にニーズがあるだろうっていう、類推はできるわけですよね。で、多分こういうことをやれると、そのスマホがあるないに関わらず、その高齢者のリテラシーが高い人に関わらず、みんながこう利便性を感じられるような街っていうのが作れるかもしれないなと思うわけですけど、じゃあそれ何も旗も振らずに病院のレジシステムがその連携基盤にこの人決済終わったよっていう情報を、この人じゃないですね、人は関係ないんですけど、この一件終わったよっていう情報を流すかっていうと、流さないですわねと。だからこの辺って、なんて言うんでしょうね。プライバシーの話とすごくこう、絡む部分でもあるし、一方でスマートシティやっぱ全体で考えていかないといけない、こう、テーマなのかな、なんていうふうに、改めて感じますね。貢献力の部分でいくと、データプラットフォーム、データ連携基盤を立ち上げたら、あとはどこでも流していいんだっていうことってないと思うんですよね。で、マイナンバーとかよくこの PIA の中で、自治体の方にするとマイナンバーが一番分かりやすいになると思うんですけど、どこからどこにデータを渡したかっていうのを明示してるんですよね。どのシステムかどのシステムに何の情報をどう受け渡してるかっていうのを明示してたりするので、じゃあそれって貢献力なのかっていうと、そこもちゃんと明らかにしてたりするわけじゃないですか。ってなってくると、データの流通すらもそこまでいくのかっていうと、かなりなんか難しい問題って出てきそうな気はするなと思って、このご質問いただいている内容からすると、結構ご質問として難題なんだって、この問題ってすごく難題なんだろうなって深いなと思って、深いですよね、見させていただいてます。ただ今日私冒頭にいつもと違う説明をあえてしてたのは、まさに11月に行ったメディアワークショップっていうイベントで、岡田市長にも出ていただきましたけど、その一方でこうメディア、メディアを別に悪く言うつもりはないんですが、一体どこに問題があるのかっていうのが分からないまま、プライバシーのリスクがある、セキュリティのリスクがあるっていう、こういう石の投げ方っていうのが割と一般的にあるじゃないですかと。で、そのプライバシーリスクがない、もしくはセキュリティリスクがない事業なんて、多分これからスマートシティやっていく中では一生出てこないと思うわけですよ。だから必ずリスクはあるんだけれども、今回の PIA でやりたいことっていうのは、じゃあそのリスクをどういうふうにマネージしていくか、減らす努力もするし、コントロールする努力もするし、場合によってはもうそのリスクを
容認できないからやらないっていう意思決定もできると思うんですけど、でも必要だからやるってなった場合にはやっぱそのリスクを許容していくっていう、まあ結構ポジティブな、なんていうんですね、主体的なそういう、まあ、市民参加というかそういった部分っていうのがやっぱ少なからずあるのかなと思っていて、でこの辺っていうのは結構その籠橋さんがまあされてるそのディシディムみたいな、ああいったこうプラットフォームとかコミュニティみたいなものを通して結構そういったこう機運っていうものは調整されていくのかなと、まあここで言うこのね、あの何て言うんですか、周知徹底じゃないんですけど、こうやっぱり最終的には皆さんが何やりたいかっていうところにどこまでテクノロジーが寄り添えるかっていうことだと思うんですよね。100点満点ってないじゃないですかっていうところに行くんだろうと思うんですけど、まあこれメディアの方が悪いっていうつもりもないんですけど、100点満点じゃないと何もできないっていうふうに書かれがちなところが、じゃあそれを PIA やりましたって言っても PIA 自体は100点満点じゃないとっていうふうになってくると何も進まないでしょうし、かといってやらないっていうことって答えってないわけじゃないですか。絶対やらないといけないっていうか、説明責任が絶対あるはずなので、説明もしないでやらないっていうのは、事業やっちゃうっていうのはありえないっていうところの共通理解がありながら、それを 100% 目指す、できるだけ 100% に近づけていくんでしょうけれども、で 100% になってないところはちゃんと明らかにしておけば、やるべき、やっていいよっていう、そこは地域地域によるでしょうし、人にもよる部分はあるでしょうから、そういったところの繰り返しなのかなという気はしてますね。そうですね、まあやっぱりそのテクノロジーを使うこととか前に進むことに対して萎縮させずにやれる環境をどう作っていくかっていうのが本当にこう重要なんだろうなと、先ほどね冒頭の方にご質問もありましたけど、まあ標準化 SO の標準化だったり、まあ本当にそのディプトゥさんが作られた実質化されたね、まあ、ポリシーも出てきてるっていうのもあったりで、私たちがまさにこういったモデルポリシー、まあ、翻訳してみたりっていう動きからしても、なんとなくこうグローバル全体でのやっぱり機運っていうのも高まっていますし、まあ、こういったところに改めて目を向けて、で先ほどねお話出てたよ、その規約読めないみたいなお話、私も実はある都市のスマート市をお手伝いしてる中で高齢者の方からお話されたのが、スマホも頑張って持ったしアプリもダウンロードしたんだけど、規約何書いてあるかわからないって言われたんですよ。字がちっちゃくて読めないって。でそれはやっぱりこちら側で何か工夫しなきゃいけない問題だなってこう思ったんですよね。だから例えばまあダメだじゃないんですけど、そういったこうなんて、そこが例えばこうメディアの方も例えば批判するというか、まあ、記事にするんだったら私もなんとなくわかるんですけど、やっぱりこう十杯一からげになんかプライバシーのリスクがあるってただそれだけ書かれちゃうとどっから攻めるかわかんないなみたいなのもあるんで、やっぱそのこういったポリシーがしっかりとこう街に実装されていくと、きっとそういうなんかこうなんていうんでしょう、まあ、ポンポンで石を投げるような議論じゃなくて、もう少し具体的なこうディスカッション、つまりこれは本当に市のためになるんだろうかとか、なんかそういったようなディスカッションにつながっていくのかもしれないですね。その意味では、なんか私たちとしてはこういったポリシーがこうどんどん都市に広がっていくのを期待しているところですという感じですね。ちょうど19時を過ぎましたが、南雲さんいかがでしょうか。はい、どうもありがとうございます。なんだろうな、その企業の場合だとチーフリスクオフィサーっていうのがいてね、そのリスクをもちろんその分析した上でリスクをテイクするのか、それともアボイドするのかとかね、いろいろとこうカテゴリーを対応策に分けて、コントロールの度合い 100% コントロールなのか、それともある程度のところまでのかっていうところも含めて判断をするってプロがいるんですよね。で、それが公共のセクターになった途端になくなってしまうって、これは自治体だけじゃなくて多分霞が関丸ごとそうだと思うんですよ。その安全保障とかね、治安とかっていうとちょっとまた違う意味ではあるんだけど、リスクを管理するっていうのは。だけどもうちょっとこう日常生活にも関わるようなところのリスクをどうマネージするかっていうことに関しては専門家のセクションがあるわけではないっていう意味で、なんかちょっとその辺もなんていうか行政改革の中で僕も話するときあるんだけど、そういうの必要なんじゃないのと。で、そのためにデータも使えるしっていうところもあるので、まあ全面的にやっぱりあれなんだろうね、時代が新しくなる中で、そういう、こう、役割分担とか、ものの考え方もやっぱり刷新しなきゃいけないっていうところに差し掛かってるっていうことは事実なんでしょうね。まあ、直ちに答えがこれだっていうのはないんだけども。でもやっぱこの議論をやっていくことには大変な価値があると思いますね。はい。ということで、そろそろいいお時間になってきたので、僕、ちょっと中、今日は、失礼しましたけども、皆さんのおかげで時間もちゃんと、こう、平山さんが笑ってますけども、もう平山コーナーにしようかなって信者も思ったんですけど。やってもいいかなという、大変いい時間過ごせたんじゃないかと思いますので、どうもありがとうございます。平山さん、由良さん、戸田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ土屋さん、よろしくお願いします。
はい、事務局の土屋です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。最後にですね、事務局の方から、事務的なご連絡を何点かさせていただきます。今日ご視聴いただいた皆様にはですね、この後アンケートが自動配信されますので、ぜひご協力いただければというふうに思っております。で今後のウェビナーのご案内でございますが、今週はですね、この GSCA のシリーズ、あと残り2日ということで、明日は ICT アクセシビリティポリシーで、明後日金曜日がですね、サイバーアカウンタビリティポリシーと続きますので、ぜひ継続してご視聴いただければというふうに思います。でその後ですね、来週からもですね、順次いろんなシリーズですね、ご用意しております。こちらにお示している通りでございますが、この他にもですね、今順次追加をしているところでございますので、ぜひ PTX の方でですね、ご確認いただいて、お申し込みいただければというふうに思います。で私どもスマートシティインスティテュートでございますが、一昨年の10月から活動を開始しておりまして、現在ですね、会員数が約390ということでございます。で、参上会員という制度がございまして、法人会員のみなんですけども、自治体の皆様、それから大学非営利の事業者団体様等につきましてはですね、無料でご参加いただける枠組みになっております。ウェブでですね、申し込みいただけますので、ぜひこの機会にご検討いただければというふうに思います。それから個人でフォローをという場合はですね、こちらの各種 SNS でいろんな情報を配信しておりますので、ぜひフォローしていただければというふうに思います。はい、それでは事務局からのご案内以上となります。本日もですね、ご登壇いただきました平山様、それから由良様、田田様、どうもありがとうございました。視聴者の皆さんもお疲れ様でございました。明日もどうぞよろしくお願いいたします。それではこちらで失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。